取り押さえろダルク。なあちょ、メイドさんそんな急に大胆な、じゃなくて見ちゃダメ。は男の子ではない。男の子だ。ワン、ツー、ワン。お前、女か？やだな、女の子ですよ。わかりました。だったら…これを見ても私が男だと？そんな桜ヶ丘くんがこうもあっさり、しかも私の前でなく、こんなボットでのポット野郎なんかの前で。ああ女だな、すま。君たち覗き声は実社会でも立派なハイアイアーグ。とにかく君たちを見過ごすわけにはいきません。んだとこれ悔しい。なんかもうこいつが男とかどうでもよくなってきた。奇遇だな、俺もだ。では1回戦を始めます。なんでわしがラウンドガールなのじゃ。ラウンド、何言ってるのさ。秀吉以外に誰がラウンドガールをやるって言うんだよ。わしはガールじゃないと言うとるの。ラウンド2回戦を始めます。選手前へ。では3回戦を始めます。A クラス工藤愛子、 F クラス土屋浩太。では4回戦を始めます。では5回戦。いや、え、ちょっと中村さん、今回で最後、今回で最後、下の目も乾かぬうちに。いや、学園祭来てよかったな。渚ちゃんに接客してもらえるなんて。ごめんね、僕男だよ。またまた。本当。また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 。本当だってば。私だってあなたの弱みを。はい、かなこさん、何でも言ってください。声だ。どうなさいましたの、かなこさん。さ、何でも言ってください。うん、何でもないの。まあそうなの、かなこさん。そして土下座するのかしないのか。まだ引っ張るんですか、そのネタで。わしは今日のために水着を新調してきたぞ。どんな水着？トランクスタイプじゃ。男物じゃないか。見損なった。ひどいよ秀吉、僕が嫌いになったの。なんでわしが責められておるのじゃ。かわいい。やめてください。自分でやったの？まさか相馬さんが服用意して。あら、山田が化粧して。佐藤さんは胃薬をくれました。優しい。君たち応援してね。キートちゃん頑張れよ。俺全財産かけます。あんた何やってんの。あのね、真宙くん、一目会ったその日から恋の花咲くこともあるよ。はあ、僕真宙くんのことが好きなんだ。真宙くんと合体したい。ちょっと待って、ハスター。僕たちは男同士だよな。僕が好きになった人がたまたま男の人だっただけだもん。くんってことは男？それも、はい。ロザリオって身につけるためのものではないから結構おもろいんだよな。さあ持ってけ。そんな言われ方されて持っていけるもんですか。私だと思って可愛がってくださいね。初孫をめでる老夫婦のように目に入れたって可愛いわ。行ってきます。待ってください。投稿はご一緒にと。って言った。
ったじゃねえか、あのユリ女め。おう、サジ、解禁された引きこもり眷属がいると聞いてちょっと見に来たぜ。金髪美少女かよ。女装野郎だけどね。マジか、こんな残酷な話があっていいものか。わかる、気持ちはわかるぞ、サジよ。中、結構暖房きついね。おかしい、おかしいぞ。今顔が赤くなってるのも暖房のせい、あるいは風邪かなんかの可能性が高い。戸塚は男子。落ち着け、落ち着いて一句読むんだ。病気かな？病気じゃないよ、病気だよ。これは病気ですね。まず一句読んでる時点でもう病気。Tuesday